クーラシェーカーは、イギリス、ロンドン出身のロックバンドである。1995年にメジャーデビューした。バンド名は9世紀のインドのクラシェクハラ王に由来する。1960年代風ロックンロールに、インド音楽がブレンドされた情緒的かつグルービが、東洋趣味的、サイケデリックロックを鳴らし、ブリッドポップブームの英国において一世を風靡した。 その後ブームの収束とともに、バンドは一旦解散するが、右与曲折を経て2006年に再結成を果たした。日本では、クリスピアン・ミルズのビレーナルックスと、相まって人気が爆発し、デビュー当時から現在に至るまで根強い人気を維持している。リッチモンド・アッポン、テムズ・カレッジの学生だったクリスピアンは、同じ学校に通っていたアロンザと、意気統合し、 ニューオリジナルスというバンドを結成する。前後して、ポールとクリスピアンのいとこをメンバーに加えると、さらに同時期に知り合ったマーカス・マクレーンという人物のバンドと交流しバンド名をザ・クレイズと改名する。1990年のことであった。ロンドンを中心にギグを行うようになるが、バンドは名前を都合4度も変更するなど、流動的な状態であった。バンドが、 ザ・ケイズ名義の1992年頃には、マーカスといとこのサウルが抜け、一旦活動を休止することになる。この間、クリスピアンは10週間のインド旅行に出かけ、そこで、インド文化や仏教、ヒンドゥー教などの東洋哲学に触れ、深い感銘を受ける。その後、ニューオリジナルス時代からの友人で、サポートとして参加していた J を、正式メンバーとして加えたバンドは、 クリスピアンのインド文化への系統もあって、バンド名をクーラ・シェイカーと改名、再スタートを切った。改名直後の1995年、マンチェスターのインザ・シティ新人バンドコンテストにおいて1位に選出され、これをきっかけにして、コロンビアレコードとメジャー契約すると、早速、アルバム制作に着手。そして翌年1月のプレデビュー版、タトバに続く。 グレートフルホーエンユーアーデッドを4月に発表すると、たちまち脚光を浴び、続く、タットバでブレイク。サードシングルの、ヘイデュードは、全英2位。歌詞が、前編ヒンディー語のマントラで構成されている、ライブアンセム、s ゴビンダは、全英7位を獲得した。当時、絶頂を極めつつあった、ブリッドポップブームの波に乗ったバンドは、9月に、デビューアルバム、K をリリース。 初登場1位をマークしたこのアルバムはオアシス以来のデビューアルバム最速売り上げを記録し全英でプラチナムセールスを達成。加えて全米と日本でもそれぞれ25万枚を売り上げるなどの大きな成功を収め、た叩く間にして大躍進を遂げた。各地を精力的に回り11月には初来日も果たした。 グリッドアウォーズ新人賞を受賞し、一躍、グリッドポップの長寿となったバンドは、勢いそのままにジョーサウスのカバーである、ハッシュを全英2位に送り込み、すぐさま自作のアルバムレコーディングを開始。しかしこの時期、クリスピアンの歌に込めた呪文が、ハルマゲドンが、などといった誤解を招く発言がプレスから叩かれ、さらに春十字にまつわる一連のコメントが、ナチスライさんとされ、 メディアによるバッシングを増幅させてしまう。バッシングが加熱する一方で、アルバムの制作も難航を極めた。完璧主義者であるクリスピアンは何度もレコーディングをやり直し、PV についても取り直しを指示。結果、莫大な資金を投じて1999年に、セカンドアルバム、ペザンツ、ピックスアストロノーツがリリースされた。スピリチュアルなコンセプトをより推し進め、 東洋哲学をとことん追求した深淵な再起作品に仕上がった。このアルバムはサウンドオブドラムスなどのヒットシングルを生み、前衛9位に入ったものの、前述のバッシングの影響や収束したブリッドポップブームへの反動もあってか、前衛での売り上げは約10万枚と、商業的には前作ほどの成功を収めることができなかった。しかしながら、日本においては、 アルバムは14万枚もの売り上げで大ヒットを記録。セールスが日英で逆転するチ現象が起きていた。これまでのバッシングに加えアルバム制作への出費が、かさみ、機能不全に陥ったバンドは9月に解散を発表。デビューからわずか3年という短い期間で、ロックのメインストリームから姿を消してしまうのであった。解散後、バンドのメンバーは、それぞれの音楽活動を開始。 J はオアシスのサポートキーボーディストに迎えられ、ポールはブライトンの音楽学校で講師を務め、アロンザはジョニー・マー、ザック、スターキーと3人でジョニー・マーザ・ヒーラーズを立ち上げた。クリスピアムはロビー・ウィリアムズとツアーするなどのソロ活動を経て2002年にサンピースバンドザ・ジーバズを結成。クーラシエーカー時代のインド志向を排したシンプルなギターロックを展開する。 ファーストアルバム1から2から3から4は日本で10万枚以上売り上げたが、しかし本国では商業的に振るわず、そのままーバズは2004年に解散してしまう。2005年の春頃、クリスピアンのもとにスクールブラジャというチャリティーアルバムにクーラシェイカー名義で新曲を収録してくれないかという依頼が舞い込む。それを受けて元のメンバーに打診したところ、J 以外で バンド復活が実現する J はオアシスでサポーターとして活動。当初は限定的な再結成の予定だったが、アロンザ曰く長い間一緒にやっていなかったのにすべてが元通りになってうまくフィットしたんだよ。という自然な成り行きでクーラシェーカー再結成が正式発表された。J の後任にはクリスピアンのいとこの紹介でハリーが加入。 再始動を飾るかのように2006年のフジロックフェスティバルにレッドマーキーの鳥にて出演。来日直前にリリースした5曲入りミニアルバムリベンジオブザキングは洋楽 EP としては異例の日本国内版約1万枚のセールスを記録しフジロックでは入場規制が敷かれる盛況ぶりだった。日本での復活ライブを大成功させたバンドは早速新作の制作に着手。 しかしプロデューサーやアロンザの家族が立て続けに病気に見舞われたことで、たびたびレコーディングが中断されてしまう。そのため、予想以上の時間を要し幾度かの発売延期を繰り返しながら、翌2007年6月に日本先行で8年振りとなるサードアルバムストレンジフォークが自主レーベルからインディーズとして発表された。メンバーそれぞれの音楽活動を経て、 全体的にそれまでのインド色がやや減退し、ブルージーかつフォーキーなアプローチが強いオーガニックな出来となった。このアルバムリリースに伴って7月には前年に引き続きフジロックに出演。さらに翌2008年には1999年以来の単独日本ツアーが実現し、追加公演含め全公演がソールドアウトした。2010年4作目のアルバム、 ピルグリムズ・プログレスを発表。チャートでは全英トップ100には入らなかった一方、日本ではオリコン37位を記録し、日本での根強い人気を見せた。7月3年ぶりとなるフジロックに出演。以下の順位はすべて全英チャートによる。ありがとうございます。